せーの、さあ始まりました少量チャンネル、翔太です。よね、少量です。はい、今日はですね、はい、これはもう YouTuber に必要なもの、りょうに初めて編集してもらいます。よっ。というのはですね、うん、まあある動画があるんですけど、うんうんうん、その動画が、うん、なんと、うん、お蔵入りになりました。まあっていうのはですね、僕らで昨日くらいに撮った動画で、うん、まあ編集まで全て終わらしたんですけど、うん、何をしたかというと歌対決、そうそうそう、アカペラ対決、そうそう、をしたんですけど、うん、まああまりにも、うん、俺らが歌が下手すぎてこれは見せれないな、そうっていう話に至ったわけなんですけど、世に出せないと申し訳ないと。そう、まあでも、うん、そのそれより以前の素材に関しては、うん、まあまあまあ見れなくはないかなって思って、うんうんうん、最初の方ね、そう、うん、なのでほぼ初めての編集をりょうさんにしてもらおうと思います。はい、どう、いやできそう、無理無理とか言っちゃいけないんだけどね、うん、本当はやらないといけないんだろうけど、いやいやいや、ずっとね翔太にお願いしてたから、うん、まあそうですね、もともと僕だけでやっていたんですけど、うんうん、まあ打ち方とかは分かんないと思うから、うん、こういうの入れたいとかね、そう、うん、あの突っ込んでもらったら、うん、俺の思うようにやっていいのね。もちろんもちろんもちろん、うん、はい、じゃあちょっと、うん、オッケー、じゃあ最初からやっていきます。まあ終了。トゥルトゥルドゥッドゥルッドゥル、はい、ドゥル、もう最初にも入れたい。なんて、あのドゥルッドゥルッって音に合わせて入れて、入れてじゃないわ、入れたい音に合わせて、ちょっともう一回ね。ドゥルッドゥルッドゥルルドゥルドゥルドゥドゥルルドゥ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 、何の歌知らない、知らない、本当忘れたけど何撮ってんのよ、あのさ、うん、いやなんかしたいな、ここなんかしたい、むずなんかしたいけどどうしていいのか全然わかんない、ちょっと一旦ここ保留、うん忘れたけど何撮ってんのよ、あのさ、うん、カラオケバトルしない、カラオケ、カラオケ行くの、行かない行かない行かない、え、どこですんのよ、家で、家で、家で、うん、ここで歌うの、終了。風呂場でカラオケすんの、それでどっちが、うん、コメントとかで、うん、翔太が勝ち、亮が勝ちってどっちかが、っていうのをさなんか流れさせたい、風呂場でカラオケすんの、それでどっちが、うん、コメントとかで、うん、翔太が勝ち、亮が勝ちってどっちかが、マジか、うん、しよう。いや、自信ないよ、俺も。俺も自信ないんだけど、うん、いいかなって思って。いいよ、下手だよ。じゃあ負けたら何する？え、負けたらどうする？じゃあさ、あの今度、うん、動画内で、うん、1万円企画した時に、うん、それをおごる。突っ込んでよ。いや、違うのよ、どうしていいかわかんないのよ言葉おかしいなっていうところは突っ込んでいいんだよ。むず、編集ってこんなむずいの、でどっちかか、マジか、うん、しよう。いや、自信ないよ、俺も。俺も自信ないんだけど、うん、いいかなって思って。いいよ、下手だよ。じゃあ負けたら何する？え、負けたらどうする？じゃあさ、あの今度、うん、動画内で、うん、1万円企画した時に、うん、それをおごる。経費だろう。いや、もうそこはもう自腹で払ってもらいます。マジかよ。もう勝負だ。負けた方がね。そう、負けた方が、うん、1万円企画の1万円お支払い。はい。なんか、その罰ゲーム今決めたじゃん。うん。負けたら1万円企画の。うんうん、なんかそれをなんかちょっとやりたいよね。テレテレテレとか。あー。なんかその罰ゲームのルールをちょっとバーンってここに入れて。うん。そう、そういうイメージ。うん、なんか言葉入れたい言葉とかある？ない。経費だろう。いや、もうそこはもう自腹で払ってもらいます。マジかよ。もう勝負だ。負けた方がね。そう、負けた方が、うん。1万円企画の1万円お支払い。はい。ひょにょ。なんかやっぱりさ、はい。だいぶなんか、へこんだんじゃない？お腹が。いや、見せなくていいから。
ここはやっぱ翔ちゃんのお腹にクローズアップしたいよね。なんかやっぱりさ、はい、だいぶなんかへこんだんじゃないお腹が。本当、いや見せなくていいから、どうせへこませてんだろ。へこませてない、へこませてない、これが普通今5キロとか変わるとさ、うん、今のさ、ところにさ、俺の、うん、これ心の気持ちで、うん、あの嘘だろって入れといて、どうせへこませてんだろ。へこませてない、へこませてない、これが普通今5キロとか変わるとさ、うん、やっぱ変わるよね。変わる、見た目ね。いやなんか分かんないけど、別に俺は普通だよ。普通ってどういうことさ。やっぱ言えるか普通ってどういうことさみたいなね、後半と一緒にね俺は普通だよ。普通ってどういうことさ。本当にやめてほしい、翔ちゃんのそれやっぱなんか今アクシデントがあったから、うん、アクシデントのところちょっと効果音入れたいよね。ガシャン、ガシャンにするの、うん、うんうん、いや本当にやめてほしい、翔ちゃんのそれ何アピールしてんのよ。親に言われなかった、お腹冷える、冷えないように、そう、入れろって、上入れなさいって。そう、ちっちゃい時は言われてたかもしれないけど、今さら言われないよ。いやもう俺はそれが根付いて生きてきてるから。あの今気づいたけどパンツ透けてっかんね。え、嘘嘘、ほんと、ほら、あ、ほんとだ。よし、じゃあ1曲にする、2曲にしよう。2つもだの。あ、全然フルコーラスじゃなくていいよ、1番だけとか。ああ、だっていやー、突っ込んでよ。いやー、突っ込んでよ。いっぱいさ、突っ込みどころあったじゃん、今まで。すごいね、翔ちゃん。突っ込んでよ。突っ込みどころがさ、ありすぎてさ、うん、こう、いちいち突っ込まないといけない。あんまりありすぎると、うん、なんか、なんていうの、濃いっていうか、なんか、うるせえ、みたいな感じになるから。そうよね。そこまでしなくていいんだけど、うん、ちょこちょこさ、うん、飽きさせないというか。はいはいはい。ちょうどいいぐらいの。いやー難しい。センスだな、これは。これそもそも、じゃない？そもそもの素材が悪いよ、これ。はぁ？何？俺らの技量じゃん、そんな。ひょにょ。いやー難しい。編集って難しいね。ちょっとちゃんと、今後なんか翔ちゃんの編集のことも考えて、撮影しよう。いいよ、いいよ。お、さすがね、翔ちゃん。そんなの必要ねえと、さすがです。